三栗周平明治19年12月3日は、江戸時代末期から明治時代にかけての日本の洋楽者、教育者、啓蒙思想家。意味名はのり、通称は文蔵、号は余震災。文政八年、備中国の儒者、菊池東愛の次男として生まれた。はじめは、三正国津山藩士の三栗玄保、ついで、小形古安の敵塾にて蘭学を学び、それぞれの弟子となった。 家営三年、元保の次女、常と結婚して、婿養子となり、常との間に、長男、敬語、次男、数学者の第六、三男、動物学者の三り柿地、四男、歴史学者の三り原八の四男を設けた。幕末の外交達の中、幕府天文型で翻訳に従事する。安政六年、幕府版書調べ書の教授手伝いとなる。文久元年の幕府による、 文久剣王施設に、福沢諭吉、寺下宗則、福地玄一郎らと随行し、ヨーロッパを視察する。慶応2年、カラフト国境交渉の施設として、ロシアへ派遣される。明治維新後は、かつての上位論者が率いる明治新政府に使えるのを、このまず、三叉学者を解説。三叉学者は、当時、福沢諭吉の慶応義塾と並び称される。 洋学塾の総壁であり、東郷平八郎、原隆氏平沼木一郎、大月文彦などもここで学んだ。また、先修学校の開設においても、法律経済科を設置し、創立者である、相馬長種らに教授を任せるなどの協力をしている。明治12年、教育博物館の館長となり、十五位に助せられた。明治18年には、 東京図書館の館長も務めた。東京市販学校設にも務めた。また、明治6年、森有則らと、名六社を創立して間もなく、社長に就任する。明治12年、福沢幸吉、青春、加藤博之らとともに、東京学士会員の創設に参画し、創立会員7名の一人となる。周平は、小賀道案に学んだ漢学の大家でもあった。 教育者として、周平は2.3歳から6.7歳までの児童を教育することが最も効果的だと主張し、教育能力を欠く家庭の父母、特に女子への教育の重要性を説いた。妻、常の死後、その妹で、三作り正午の未亡人であった新と再婚。新との間には、長女、直子を設けた。明治19年、肺炎のため死去。 公団社デジタル版日本人、明大辞典プラス、菊池東愛。コトバンク。2017年12月9日閲覧。公団社デジタル版日本人、明大辞典プラス、三栗周平。コトバンク。2017年12月9日閲覧。百科辞典マイペイディア。三栗周平。コトバンク。2017年12月9日閲覧。 ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。三栗周平。コトバンク、2017年12月9日閲覧。三栗周平津山洋楽資料館。2017年12月9日閲覧。小学館日本大百科全書。三栗周平。コトバンク、2017年12月9日閲覧。三省堂大辞林、三栗周平。コトバンク、 2017年12月9日閲覧。小学館日本大百科全書。三栗周平。ことバンク2017年12月9日閲覧。平凡者世界大百科辞典。第2版。三栗周平。ことバンク2017年12月9日閲覧。朝日新聞出版朝日日本歴史人物辞典。三栗周平。ことバンク 2017年12月9日閲覧、小学館日本大百科全書、三つくり周平、コトバンク、2017年12月9日閲覧、服部トリトシナが、自転有名人の死亡診断近代編295ページ、官報第582号、将訓助人1885年6月11日、ありがとうございます。